ということでやっていきましょう。前回はですね、1人目のチームリーダー23時51分効果がない。ね、ゴーストタイプかこいつ。なんかもしかしてゴーストタイプっぽいな。念力、おお、なるほどなるほど、こいつ強いな。じゃあいろいろちょっとね、ポケモンの属性のなんかこう強弱をちょっとちゃんと調べとかないとこれいけなくない？わかんないぞ。道具、モソスターボール、よし、 OK。 よし、23時51分捕まえた。よし、この23時51分を回復してちょっと育てるか。これ、このポケモン結構即戦力になるんじゃね。アリマミコ、なんか今バグったぞ。23時50分じゃなくて、これアリマミコじゃない？これ、ちょっと待って、ちょっと待ってこれアリマミコじゃない？これ23時50分こんな顔してるっけ？ちょっと違うくない？友達ができずに沼地をうろうろしてなるほどな。まあちょっとポケモンの強弱表をまた調べておくとして、いくつかちょっとポケモンを預けよう。ルミナはごめん、いらんわ。コタロウも多分いらないんだよね。ごめん、なんか入れ替え方がよくわからんぞ。大丈夫かこれ、なんかバグってないかこの扱い上なんかよくわからんな。まあまあまあいいや、とりあえずまだいいってことは分かったから。あれなんか復活してるぞ。あ、まずい。電気王子のヒデが勝負を仕掛けた。ヒデは陰キャ転生を繰り出した。あー、電気系か。電気はカメスタにしといた方がいいんじゃない？カメスタに戦わせるか。効果今一つ。おお、いいね。岩タイプだからだろう、多分これ。まあまあ、多分このままやりきれるっしょ。だからずっと泣き声泣き続けてる、こいつ。よし。アドルフ転生を繰り出す。しかも、あ、一緒だろ！どうなんだろう、これ。同じなのかな？電気系なのかな、攻撃。電磁波。まあ、電磁波飛ばしそうな感じの雰囲気はある。お互いなんか多分削れなくなってる。効果今一つと、効果今一つだからこっちは食らわないけど、単純にこっちはなんか体力じゃない、レベリングが足らん、これ。こんなに苦戦するような状況じゃないんだろうな、本当は。よし、OK。23時の強いから、こいつもなんかありだよな、使っていくの、メインで。あと、ジムリーダー全員童貞って本当？大人のお姉さんの愛花が勝負仕掛けてきた。愛花は小太郎を繰り出した。どうなんだ、小太郎って何タイプなんだろう。ちょっと、ね、念力で押してみるか。よし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 、効果がない。強っ。顔が有馬美子なのが気になるんだけど、さっきから。いや、強いな。ノーマルタイプ相手にはマジでもう無双だな。さっきのジムで使いたかった。まあしょうがないけど。なんか洞窟とかあるやつ、これもしかして。ニシトだ。なんかニシト小さくね。なニシト小さいなんかこれ鬼火。あー、炎タイプか。モソスターボール。え、マジ？じゃあちょっともう一発念力与えとくか。モソスターボールで、これでゲットして、オッケーオッケー。ポケモンの数とかどうなっちゃうのこれ。これなんか海が消えてねこれ海が消えてね自動で消滅したくない？海が。おー、海山どこ行った？預けてたのかあれ、ちゃんと。ちょ、怖い怖い怖い。ちょっと一回帰って確認するか。あ、陰キャ転生だ。陰キャ転生に、ちょっと、ダメージを与えて。モソスターボール。オッケー。扱ってもらおう。海山預けてるんだよね。これで、どうしたらいいんだ、これ。あ、これでうまくいったのか。なんかよくわからん操作だったけど、なんかうまくいったらしい、どうやら。あー、これこのポケモンス入れ替えかな。水タイプいないんだよね。ちょっと西斗くんだって多分ね、非同士だから多分ダメージ通んないような気がする、あんまり。よし、いけないですレベル10。もうなんか、いや、トンネルある。あー、どうだろう。ラーバフロックってなんか水っぽくね。水じゃないのか。じゃあ西斗に変えて、なんか遠慮なく変えれるな。格闘タイプなのかなこいつ、もしかして。ただ火は効果今一つだから、まあアーケンにして。草タイプとかは、あ、効果抜群だ。何なんだろうねこれ。で、電気効かなかったら水でもないってことは、ラーバフロックって何なんだろう。
カメスタ、まあまあ大丈夫でしょう。オッケーオッケーオッケー、いいねいいね、オッケー。うわ結構これしんどくね、ここ多分鶴の虫多分効果抜群のはず。やっぱりいやもう属性ゲーだなこれ。属性のなんか倍率が全然違う。ちょっとポケモンセンターにちょっと一回行ってこよう。よし、じゃあポケモンそうニシトにするか。戦闘ニシトのレベル上げます、中心で。まあでももしかしたら洞窟の中だからニシト役に立たねえかもしんねえな。洞窟の外でニシトレベル上げて、その中はまた別でもいいかもな。ウルンルー捕まえてもいいかもしんないけど、まあ次のジムの様子見てから決めますか。さあ勝負だ。石つぶてみたいなノリ出てくるんじゃない。ああカメスタか。多分カメスタって多分火の粉効かないよね。岩タイプだけどなんかそのなんか関係ないんだね。岩は火効かなかったような気がするんだけど、いまいち意味わかんなくない。なんで岩に水が有効なの。閉めるだけで何も意味なくない。なんか変な先入観でさ、岩は水に弱いみたいな、なんか俺子供の頃からポケモンとかしてるせいでなんか思い込んじゃってるけど、なんか果たして本当にそうなの。あ、ここが今一つか。ポケモンを引っ込めよう。それこそカメスタでいいんじゃない。カメスタで鶴の虫いいんじゃない。うん、だよね。いやでもちょっと待ってよ、これポケモンを変えてニシトにあえてして、でニシトでとどめを刺して、頑張れ頑張れ頑張れニシト一発。よし、これでレベル上げに貢献させる。よしよし、マットショット。なんだマットショットって、何これ。物理、まあまあまあよくわからんけどなんか覚えた。多分ん、何これ。うわー結構これのじゃじゃだ。マットショットのじゃじゃ、おお、これ結構強いかもな。のじゃじゃ見たことないポケモンだな。マットショット最後だ。またのじゃじゃか。のじゃじゃ B。 よーし OK。 もう一度やるのか。え、もう一度やったりできるんだってことは、あ、いけこう。これは捕まえるでしょ。あーノーマルタイプか。なんかノーマルタイプっぽい。モソスターボール、よし。いけこ、何これ、ゴーストタイプ、何タイプこれ、これなんだこれ。うーん、ちょっとどんどんなんかやっぱ戦闘しない。暇人いる。何が効くんだろうこれ。岩落とし、やっぱこのマットショット強いな。ヒマキーになってる、ヒマジンじゃなくて。何でも直しん。あれアボボタニシだね今いたの。野生のノジャジャってちょっと面白いな。妖精の糧って何なんだこれ。水タイプなのかなこいつもしかして。あでも関係ないわ。オッケー。これアボボじゃん。ちょっと待って、レポートしとくぞ。ヨウくん、旅は順調か。顔ムカつくな、俺。俺はついに2つ目のバチを手に入れた。くんはまだ1個か。しょうがない。俺がポケモンバトルの極意を教えてやるぜ。あ、ゲインがいる。うおー、そっち系か。ギンってじゃあ虫タイプとかなんじゃん。じゃあ、ニシトの火の粉効きそうな気がするけどな。溶ける。何それ。銀なんか、技がキモいな、技編成。効果抜群。お、よかったよかったよかった。よし。これ、炎多分、戦えないんじゃないかな、こいつ。炎タイプでしょ、これ多分。やっぱり。効果今一つ合戦になる、これ。水がないな。水スカウトしとけばよかった。とりあえず、カメスタ出して、岩落としてさ、タイプ岩って結構良かった気がするんだけど、食らわなかったっけ。え、マジ効果抜群だろ石を。あ大丈夫かなこれ。うわやっぱマジこの強すぎん。え、ちょっと待って、こいつ強え。ちょっと待って、やばいやばいやばいマジで。大丈夫か。
2発で死ぬぞ。え、全然効いていない、効果がない。え、アーケン出すしかない感じこれ。どうするこれ。うわ飛ぶよなそりゃ、効果抜群だから。やべえ、ちょっと水タイプのポケモンを取んないとこれダメかも。ニシトにして道具、この傷薬で戦い抜く。ニシトの、ああもう効果今一つだから、もうこれで戦う。ちょっと待って、持ち物何でも毒消し頼む。耐えろ耐えろ耐えろ、よし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 、耐えた耐えた耐えた。別に防御力下がるぐらいだったらまだマシ。よし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 、耐えてる耐えてる耐えてる。マットショットあればな、マットショットが使えないのきつい。傷薬もう一発、よし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 、嫌な音きたな。でこれで耐えろ耐えろ。そこでかわす、せっこいな今のかわしは。いやギリギリ無理か、ギリギリ、いやギリギリ、あー負けた。23時しかいない。あマジか、どうするこれ。ウルンルー捕まえよう、アボボタニ対策でウルンルーいないとちょっときつい。意外と難しいぞこのゲーム。なんかバランス取れてる、なんでこんなバランスが無駄に取れてるんだ。無駄にしたあれだけどさ、すごいよな、バランスの取れ方半端ないよな。いい感じのこうなんか積み方してくれる。はい、ということでちょっと次回はウルンルーを捕まえてから、ウルンルーをちょっと調教してコロに挑みたいと思います。じじい。